港が見える家。作、影山圭介。登場人物、田中博、田中大和。舞台、ある町の丘。丘の上には家が建っている。家は白い壁で平屋である。家の窓から港が見える。港には造船所がある。港から丘の上にある家までは車で30分ぐらいかかる場所にあるが、木々に囲まれているため港からは家は見えない。家の屋根は緑で覆われている。木の幹の隙間から窓が見える。そのため丘の上に家が建っていることを知っている者はほとんどいない。舞台は家の作業場。作業場では盗品の整理をする。上手に段ボールや盗品がたくさん積まれている。その横に机、鍵を作る機械、ゴミ箱がある。窓は舞台中央奥手にある。窓の横には水槽が2つ。1つの水槽にはアリ、もう1つの水槽にはアリ地獄がいる。下手に勝手口がある。勝手口は引き戸である。勝手口付近に掃除道具入れがある。二人は盗品に指紋がつくことを防ぐため手袋をしている。勝手口に近く、外に軽トラが止められるスペースがある。市場。ある日の朝、セミの声。台風が過ぎ去った後、戻り風が港の見える家に当たる。船の汽笛がかすかに聞こえる。勝手口から二人が帰ってくる。作業は蒸し暑い。二人、顔が歪み鼻をつまむ。作業場に入るのは靴を脱がないといけない。ひろし、臭い匂いに声が出ない。何の匂い？ひろし、ヤマト、一緒に探す。あ！ヤマト、何かを踏む。足の裏を覗く。足を覗いたために体勢が安定せず転ぶ。どうした？ヤマト、ビニール袋を取り嫌な顔をする。ヤマト、足を拭くため靴下を脱ぐ。片付けろよ。雨漏り。ヒロシ、ヤマトに修理するように指示する。ヤマト、呆れる。ヤマト、勝手口から外に出る。ヒロシ、窓を開ける。海から作業場に風が入る。汗を拭い、一休みし、水をかき集め、バケツに入れる。屋根裏からヤマトの声がするが、声が小さく聞こえない。ヤマト、屋根裏にいる。声が小さい。ヒロシ、大きな声で。何？ヒロシの携帯電話が鳴る。もしもし、はい。聞こえないよ。何を言ってるかわからないよ。あ？ビニールシートを移動する？あ？机の横に立つの？ああ。ヒロシ、机の横に行く。立った。ヒロシ、顔に水が当たる。天井を見る。防げてない。あ、ちょっと横。どれぐらいよ？一歩？え？二歩？二歩ね。立った。ヒロシ、顔に水が当たる。天井を見る。ダメ、全然ダメ。ヤマト、屋根裏で作業している。動いている音。修理？行った、行ったよ。早くって。わかるけどさ、うちに入れても。そんなに言うなら自分でかけろよ。ヒ
ひろし、電話を切り、携帯電話を服にしまい、水をかき集める。ひろしの携帯電話が鳴る。ひろし、イライラしながら。何？あ、すみません。人違いですみません。すみません。ヤマトが屋根裏で叫んでる声。ひろし、屋根に向かって。うるせえな！あ、すみません。屋根裏から叩く音。もううるせえな！あ、すみません。天井裏から声がする。ひろし、天井を見てる。イライラする。はい、これから開けますよ。え？仕事？何？え？運ぶ？何よ？来たらわかる？怒ってる？あ、いや、すいません。怒ってないですよ。すいません。はい、わかりました。はい、はい。ああ、すいません。ひろし、お辞儀をしながら電話を切り、ため息をする。ひろし、落ち着かせるためにアリの水槽とウスバカゲロウの水槽へ行き、じっと見ている。ひろし、携帯が鳴る。うるさい。ひろし、切る。ヤマトの声、外から。いる。ヤマトの声が外からするが、ひろしは水槽を見ている。ひろしの携帯が鳴る。ひろし、電話を切る。ヤマトの声、外から。聞こえる。大きな声。おい。ヤマト、中に入ってくる。うるさいんだけど。何が？ヤマト、呆れる。ヒロシ、アリ地獄の水槽を見る。かわいい。ヤマト、扇風機をつける。扇風機は今日。ヒロシ、羽を左右にする。ヤマト、扇風機を刺して。暑いんですが。氷食べたら。ヤマト、呆れる。ヒロシ、海に向かって手を合わせる。今日も何もありませんように、無事に過ごせますように。あのさ。何？氷食べる？黒い革袋、以下革袋を両手に抱えて勝手口から入ってくる。汗を拭う。ええ。何？運ぶよ。ひろし、水槽を指さす。ナオコにアリをあげないと。それは後で。ヤマト、呆れる。入れるの？始まらないよ、仕事。二人、勝手口から外に出て、レンガを持って作業場に戻って、クローゼットを置く場所にレンガ4個を置き、再び外に出る。二人、軽トラの荷台からクローゼットを下ろそうとする。スライドさせて。手をかけられるところまで押すよ。いける？じゃあ、持つよ。ゆっくり。ゆっくり。あー！戻す？あー！ダメ。いやー、重い。戻すよ、一旦。二人、軽トラの荷台にクローゼットを戻す。大丈夫？あー。じゃあ押すよ。持てる？うん。どっちから？自分から。ヤマト、勝手口からクローゼットを入れようとする。ああ、いや、入らない。斜めにする？もう少し斜め。ヒロシ、顔をしかめる。ああ、待って。入らない。置こう。一旦置こう。二人、クローゼットを置く。ヤマト、作業場に入ってきて、勝手口の前でヒロシに向かって。そっちから持ってくれる？で、勝手口に自分が入ったら、クローゼットをこうやって縦にして。と、外したら？ヤマト、うなずき、勝手口の戸を外し、ヒロシに渡し、壁に立てる。勝手口が開放状態になる。二人、外へ。運ぶよ。二人の声、掛け声。二人、クローゼットを持って作業場に入ってくる。まず、横にして。レンガの上に置くよ。そう。お。
おお、オッケー。二人、息が上がり座り込む。ひろし、うなずく。二人、立ち上がり、クローゼットを持ち、レンガを払いのけ、立てらせる。息が上がり、クローゼットの前に座り込み、見ている。高いね。座っているからじゃない？クローゼット、お金持ちの？ヤマト、うなずく。年金も入ってるし。ヒロシ、鼻をクンクンさせる。いい匂い。ヤマトも鼻をクンクンさせるが、匂わず。ん？いいとこのお家の匂いだよ。ヤマト、理解できない顔をする。じゃない？そう？そうとは思わないけど。広い家で、2階建てで。豪邸？多分。いいね。ヒロシ、犬のように鼻をクンクンさせている。何？香水。わからない。シャネル？ヤマト、クローゼットに鼻を近づけ、鼻をクンクンさせる。臭い顔をする。ヒロシの顔を見て不思議がる。クローゼットに鍵があることに気づく。鍵？珍しいよな。ヤマト、うなずく。で、こっちに？ヒロシ、うなずく。開けれって。そんなバカな。ヤマト、苦笑いする。ヤマト、クローゼットの鍵穴を見ている。ヒロシ、勝手口へ。車から金庫を下ろすために外へ出る。慌てて入ってくる。雨。悪いんだけど、工具袋取ってくれる？雨なんだけど。ヒロシ、身につけている工具袋を渡す。ヤマト、工具袋を受け取り、鍵穴に刺す工具を探す。ヤマト、悩む。鍵作ってもらえる？図面書くから。雨。大丈夫じゃない？と、直してくれる？ヒロシ、嫌な顔をする。機械のスイッチを入れる。作業場に機械の音が鳴る。キーンが作業場に。ヒロシ、戸を直そうとする。戸を持って勝手口へ行き、戸をはめる。ヤマト、図面を描き始める。雨の音。ヤマト、ヒロシに聞こえるように。先端が背後ぐらいの突起状で。何？先を丸くして。雨の音が大きくなる。このクローゼットの鍵穴は歯車型になっていて、先が歯車の穴に入れば。わかる？ヒロシ、必死に戸をはめようとするが、はまらない。ヤマト、顔を触る。天井を見る。ヤマト、指を指して。水滴。外の雨が強くなる。ヤマト、バケツを取りに行く。早く。ヤマト、天井から水滴が垂れていると思われる場所にバケツを持って行き、置く。バケツに水の音がする。ヤマト、安心する。ヤマト、天井を見上げ、水滴が垂れている箇所を発見する。慌ててバケツを取りに行き、その場所にバケツを持っていく。バケツに音がする。ヤマト、安心する。あちらこちらの箇所で雨漏りが始まる。雨の音が激しくなる。ヒロシ、天井を見る。ヤマト、バケツを取りに行こうとする。ビニールシート。ヤマト、ビニールシートを急いで取りに行き、ヒロシに渡す。ヒロシとヤマト、クローゼットにビニールシートをかける。雨の音が激しくなる。機械の音が消される。2番、セミの声。作業場にラジオの声。ヤマト、床を掃除している。ラジオから高校野球の試合が流れる。作業場に機械のキーンの音。ヤマト、盗品の仕分けをしている。ヒロシ、機械で鍵を作っている。扇風機が回ってる。ラジオにノイズが入る。
ヤマト、苛立っている。ヤマト、ラジオを調整するが、さらにノイズが入ってしまい、ラジオは聞こえない。扇風機の位置や窓を開けたり閉めたりしている。諦め、アルミホイルを持ってくる。ラジオの近くにアルミホイルを広げてノイズを防ぐ。ラジオ、聞こえるようになる。ヤマト、うなずき、作業を始める。しばらく沈黙。二人、作業している。疲れた。ヒロシ、沈黙。疲れた。休んだら。屋根修理。我慢しな。ヤマト、うなずく。扇風機の前で涼む。ねえ、うん、どいて。ヤマト、ため息。クーラー欲しい。ヒロシ、扇風機に向かって指さす。ヤマト、壁にかかっている温度計を見て。38度だよ。熱中症になったらどうするんだよ。まだ大丈夫。床掃除をするためにも。雨が降らなきゃいいんだよ。屋根、誰が修理する？ヤマト、沈黙。だろ、豚箱行く？ヤマト、首を振る。ヒロシ、沈黙。ヤマト、ため息。ヒロシ、片手で手を振り、大きな声で。さようなら、雨！明日も雨になりそうなんだけど。ヒロシ、沈黙。ヤマト、呆れる。作業に戻る。ヤマト、革袋から盗品を取り出す。携帯電話であった。抜き忘れてる。ヒロシ、作業しながら大きな声で。何やってんだよ！取ったらバッテリー捨てる！ヤマト、少し怒り気味で。電源切りました。ヤマト、バッテリーをゴミ箱に投げ捨てるが、入らずそのままに。ヒロシ、作業しながら。ノーコン。ヤマト、無視し、革袋から箱を見つける。オルゴールを触る。オルゴールから曲が流れる。指切り幻漫、嘘ついたらハリセンボンノーマス。指切った。くだらねえ、金にならねえ。オルゴール、指切り幻漫。気味悪いな。趣味悪い。ヤマト、うなずき、再び仕分けを始める。袋から出す。時計をじっと見てる。動かん。ヤマト、革袋の中から盗品を出す。他の時計、ティッシュのゴミ、コップを出し確認し、ゴミ箱へ投げ捨てるが入らない。ノーコン。何でもかんでも入れるからだよ。ヤマト、怒りながらヒロシに。掘れ。ヤマト、ヒロシに盗品の時計を投げる。ヒロシ、作業をやめ、投げた時計をキャッチングする。何？売れない。盗品をむやみに投げない。ワンダー。じゃあこの時計。ヤマト、投げる。ヒロシ、受け取る。この間は売れなかったやつね。そう？同じやつ、ツロと。そうだったっけ。古物商から却下された。ヒロシ、ヤマトに投げ返す。ヤマト、受け取り、ゴミ箱に投げる。ノーコン。じゃあこの時計。これもダメ。スリーアウト。ああ、ノーコン。ゲームセット。ゴミ箱ちゃんと入れて。ヤマト、立ち上がり、ゴミ箱に捨てる。流したら海に。また帰ってくる。ヤマト、沈黙。生まれ変わって。ヤマト、沈黙。電池たまたま使えた。自転車錆びてた。乗れた。直した。缶詰食べられなかった。残念だね。ヒロシ、薄葉かげろうにアリをあげる。ヒロシ、独り言。今日も元気かい？おいしいご飯だよ。いっぱい食べな。おいしいよな。おいしいよな。ヒロシ、小さな声で。うん、おいしいよ。お父さんのご飯、とてもおいしい。そうかい、そうかい。嬉しいな。お
稚園の時の子。ヤマト沈黙。ヤマト作業に戻る。ラジオから流れる。ピッチャー投げました。ああホームラン、朝日高校勝ちました。ヤマト喜んでいる。朝日高校の校歌を鼻歌で歌う。野球中継が終わり、それではニュースをお伝えします。豪雨災害の起こった朝日町では救助活動が行われて、朝日川には流された家具などが散乱しており、消防や警察などが捜索を行っております。ヤマト、金庫の鍵を開ける準備を始める。金庫の鍵にバイブレーターを当て、取っ手の鍵の番号を調べる。作業場は機械のキーンの音とバイブレーターの音。ヤマト、ダイヤルを回し、数字を紙に書いていく。4357 4357。金庫から音がする。お、ヒロシ、ヤマトの方を向き、作業をやめて金庫に近寄る。ヤマト、金庫を開け、何かが入っていることを確認し、金庫から取り出す。印鑑？何これ？ヤマト、印鑑を見ている。読めねえ。ヤマト、メガネを使って印鑑を見る。読めない。ヤマト、印鑑を近づけたり遠ざけたりする。視力悪くなった。気のせい、疲れ気味。ヤマト、目を凝らしてみる。わからない。漢字ドリルやる？余計なお世話。ヒロシ、ヤマトが持っている印鑑を取り、見ている。漢字苦手。造形文字？象形文字ね。やっぱり読めねえ。川上じゃない？ん？この文字。川上？川上さんだって。ヒロシ、印鑑をじっと見る。この字。こう。ヒロシ、ヤマトに見せる。だなあ。この字は？ヤマト悩む。頭に点が二つ、人みたいな文字。美しい。よしこ。川上よしこさん。分かってるね。ヒロシ、ゴミ箱に向かって実印を投げる。ピッチャー冒頭しております。ヒロシ、入らなかった実印をゴミ箱に入れるため、実印を取りに行く。ピッチャー投げました。ヒロシ、ゴミ箱に投げたが入らない。うるさいな。ヒロシ諦め、ゴミ箱の横に外れた実印を捨てに行く。ゴミ箱近くに散らかっているゴミも捨てる。ヤマト、小さな箱を見つけ開ける。ヒロシ、金庫に近寄る。写真。ピースで笑顔。偽善者だよ。本当に楽しいか。ヒロシ、再び作業を始める。ああ、しかも服は高そうでキラキラした宝石。綺麗だね。宝石？この人。宝石じゃないの？綺麗じゃない？この人。おお。何？ヤマト呆れる。普通。金庫の中に置くものは大切なものばかりやろ。さあ、通帳、現金、キャッシュカード、小さな箱に入っているものは時計、宝石、ネックレス。知らんけど、この間入れ歯があった。ああ、あれは気持ち悪かった。80歳以上のご高齢の入れ歯。そんなんなぜわかる？ヤニがついた入れ歯。男性かもしれないじゃん。ああ、嫌だ嫌だ。何でも入れときゃいいんじゃないんだ。大切なんだろ。あ、入れ歯がないとね、ご飯が食べれんだから金庫に入れる。ヤマト納得する。ヤマト、金庫の中身をゴミ箱に捨てる。港からマイク、マイク、ワンツー、ワンツー。作業場に機械のキーンの音。外からセミの声。ヒロシ、機械を止める。ヒロシ、鍵を渡す。ヤマト、鍵をもらいじっと見てうなずき、クローゼットに鍵を差し込む。
クローゼットから音がする。開いた。ヤマト、クローゼットの取っ手を持ち開けようとしたが、クローゼットは開かず。ああ。何？二重鍵。おっと。クローゼットごときで。クローゼットから匂いがする。二人、鼻を押さえる。咳込む。おばあちゃんちの犬の匂い。ヤマト咳込む。何？防虫剤。ちょっと休む。ヒロシうなずく。ヤマトうなずく。図面描くから鍵作ってくれない？ヒロシうなずく。ヤマト図面を描き始める。ヒロシ機械のスイッチを入れる。作業場に機械のキーンの音が鳴っている。サンバ、お昼、窓を開けている。甘夏の収穫時期、甘夏の香りがしている。作業場、ヒロシ鍵を作っている。ヤマト盗品の仕分け作業をしている。ヤマトくしゃみをする。くしゃみは止まらない。ヤマトくしゃみ、ヒロシ沈黙。ヤマトくしゃみ、ヒロシ沈黙。ヤマトくしゃみ。あ、ヤマトくしゃみ。気が散る。ヤマトくしゃみ。ヒロシ作業をやめて窓を指さす。ヤマト、ヒロシが指をさしていることに気づくが何かわからず。窓。ん？窓だよ。窓。窓を閉めて。ヤマト気づき窓を閉める。暑い。ヒロシ機械を止め扇風機のスイッチを入れる。ヤマト鼻をかみ目薬を入れる。ヒロシの携帯電話が鳴る。もしもし、はい、はい、ああ、はい、いつも大丈夫ですよ。当たり前じゃないですか。え、はい、ああ、そうですか。時間遅れる。ああ、いいんですか。調子良さそうで。承知しました。じゃあ、来られる時にお待ちしております。ヒロシ、携帯電話を切る。また負け戦だ。そんな感じではなかったけど。そう？玉あげたら。これ？それ鉄だ。ありがとうと言ってくれる。重すぎて打てない。パチンコ好きじゃない。やめたらいいんだよ。負けるのに勝とうと思ってまたやる。ヤマト軍艦マーチを口ずさむ。戦争の曲。ヤマト首を振る。パチンコで流れてない？あれ何度も聞いてたら弾出そうじゃない？アドレナリンが出るって聞いたことがある。嫌なんだよ俺パチンコ。ヒロシ薄葉かげろうの水槽に行く。港から小さな声。マイクテスト、ワンツーワンツー。花火が鳴る。その音でヒロシは作業をやめる。明日じゃない？ああ出かければよかったよ。ヤマト窓から港を双眼鏡を使って見ている。残念だって。あ？ヤマト指さす。横断幕。ヒロシ窓から港を見る。知らん。去年も言ってた。忘れた。勝手に作りやがって造船場。静かだったのに。うるさい町にしやがって。ヒロシヤマトを見る。イラつく。ヒロシ、アリの水槽を開け、取り出し、薄葉かげろうの水槽を開け、アリを入れる。多いかい？多いよ。アリ。いや、人。ヤマト、ヒロシを見る。人ね、人がね。ナオコ？そうじゃなくて、人。ナオコじゃないのか？大臣が来るからね。アリども。浸水式。助けを求めてる。浸水式。やめてほしいって。やめられないよ。逃げようと必死だよ。明日だよ。逃げる。
逃げる逃げる。逃げないよ。何？進水式は明日。アリたちが逃げてるんだよ。ああ、楽しそうだね。ヒロシ、小さな声で。そうかい、そうかい。外に出たいんかい？うん、わかったよ、わかったよ。ヒロシ、ウスバカゲロウを水槽から出す。窓を開け、ウスバカゲロウを放す。行ってらっしゃい。ヒロシ、ウスバカゲロウが見えなくなるまで窓の外を見ている。綺麗だね。船の警笛の音がする。波の音がかすかにしている。綺麗だ。鳥の鳴き声。鳥がウスバカゲロウを捕食する。捕まった。さようなら。ヒロシ、手を振り笑いながら。なあ、おこ。ヒロシ、作業に戻る。ヤマト、床掃除をしている。窓の外から船の汽笛が聞こえる。ヒロシ、鍵をヤマトに渡す。ヤマト、鍵をもらい、手を挙げる。鍵をチェックし、うなずき、クローゼットに鍵を入れ、戸を開ける。開いた。クローゼットからゴロンと人らしきものが転がり、二人の前に倒れる。ヒロシ、驚いた声を上げ、後ろにのけぞる。ヤマト、固まったまま。それは老人の遺体。ノースリーブを着ている。首にはロープが巻かれている。何？なんだよ。人形？人形だよね。ヤマト、ヒロシに同意を求める。ヒロシ、笑いながらうなずく。趣味悪いな。熊のぬいぐるみ？でっかいやつ。プーさん。ビッグベア。それじゃない。でも耳は頭の上についていないよな。ひげもない。口は赤いけど。よく見られるよ。あっ！ヒロシ、びっくりする。脅かすなよ。ヤマト、謝る。もしかすると一人暮らしの男が買う人形。ああ、気持ち悪いな。ヤマト、うなずく。うちたちには必要ないよな。ヤマト、うなずく。ヒロシ、指さす。捨てようか。ヤマト、うなずく。邪魔だし。じゃあやって。そっちで。え？そういうの担当じゃない。人形には魂が褒められてるとか言うじゃない。だから。いや、僕も担当じゃない。じゃんけんしようか。ヒロシ、うなずく。二人、じゃんけんをする。ヤマト、負ける。渋い顔。あの、何？一緒に持ってよ。は？負けたんだから。はい、やりなよ。ヤマトの背後に回り、遺体の近くまで押す。ヤマト、恐れながら遺体を触る。ヤマト、驚いた声。何？人形？人形だろ？感触が。何？座ってみろ。ヤマト、再び触る。ヤマト、のけぞり。人！え？ヤマト、失神し、気を失う。ヒロシ、慌ててヤマトの頬を叩く。おい！おい！おい！ヤマト、起きない。おい！ヒロシ、ヤマトの顔を叩く。港から船の汽笛の音。甘夏の匂いがしている。4番。夕方、遠く離れた役場から夕焼け小焼けが流れている。空の色は茜色。カラスの鳴き声。
海からかすかな波の音がしている。作業場では遺体が横たわっており、ヒロシとヤマトが遺体から少し離れた場所にいる。ヒロシ、冷蔵庫からペットボトルの水を取り、ヤマトに渡す。ヤマト、頭を下げる。ペットボトルの水を飲む。動かないんだね。ヒロシ、うなずく。ヤマト、うなずく。ヒロシ、クローゼットの中に落ちている鍵を見つける。鍵。ヤマト、沈黙。この中で。ヤマト、遺体を恐る恐る見る。顔。むくれてる。紫。ヤマト、沈黙。首に紐の跡がついてる。ヒロシ、自殺の動きをする。首吊ったんだ。おい、この遺体。ヒロシ、遺体を見てる。美人。どこ見てんの。美人じゃない。よく見れるね。見たことない。腕すごい。何、筋肉。ああ。何やってる人だろうね。アスリート。でも足はそんなに。趣味。ん、鍛えるのが好きとか。腕だけ。スタイルいいよね。綺麗だね。ヤマト、ヒロシが遺体を見ている姿を見て。見るな、見るな。あ、肩に傷がある。ヤマト、ヒロシの声にびっくりする。何、なんだよ。ヒロシ、ヤマト、共に額から汗が流れ、ぬぐう。これ、どうする。古物商に言う。何言ってんの。依頼は古物商からだから。マカは知らないの。多分。まさか、知ってる。知ってるわけないだろ。開かないって言ってこっちに来たんだから。手をかけてないよね。ヤマト、うなずく。じゃあなんでクローゼットに遺体が。ヤマト、沈黙。二人沈黙。豚肉のパッケージある。何、こんな時に。日野のスーパーで買ってきたよね。え、生姜焼きした。何あれ、ある。捨てた。探して。なんで。袋に書いてある消費期限見たいから。え、はい。ヤマト、立ち上がる。台所にあるゴミ箱に。ゴミ箱を漁る音がする。ヤマト、パッケージを持ってくる。9月21日15時、消費期限。加工日は20日8時。1日半。明日の夜までか。何、タイムリミット。ヤマト、沈黙。わかった。ヤマト、うなずく。二人沈黙。この人、なんで自殺したんかね。知らん。ヤマト、沈黙。家族がいたんだからいいんじゃない。家族ね。家族、いい響きだね。家族。ヤマト、うなずく。暖かいんだろうね。うん、家族。知らんけど憧れる。何、大勢で迎えるお正月。うん、うちじゃダメかい。そうじゃないけど。何、助けてあげたらよかったの。誰が助けるか。何かに縛られてる奴らなんて。うちなら助ける。戸籍入ってないからわからん。家族ってそんなもの。知らんわ。死ななくてもいいの。誰でもあるよ。ん、死にたくなること。ある。あるよ。死にたいと思ったことない。ない。きっといい生活してたんだろうな。でもなんで自殺なんか。いいよな。何が。死ねたんだから。二人沈黙。お腹空いた。こんな時に。頭使うから。ヒロシ笑う。冷蔵庫見たら。ヤマト、冷蔵庫を開けてみる。バナナ食べる。いらない。美味しいの。
ヤマト、バナナ食べる。よく食えるな、こんな時に。どうする？この遺体。二人沈黙。埋めよう。どこに？庭に。嫌だよ。裏山に。熊に襲われる。じゃあ庭で。嫌だよ。なんで？ずっと気になる。近寄らなければいいじゃない。嫌だよ。深く折ったら気にならない。嫌だよ。折るよ。無理だろ。大丈夫。腰やるよ。サポーターつける。やめときなよ。手伝って。嫌だよ。なんで。雨降る。ヒロシ、窓から外を見る。掘ってたら雨が降ってきて、その土砂がこちらに。じゃあどうするんだよ。二人沈黙。このままどこかに置いておく。どこに。公園のベンチ。ありえない。そこで寝ていて、そのまま亡くなった。首に跡があるからダメだよ。粗大ゴミで出す。え、いつだったっけ。どうやって運ぶ。いつよ。無理だって。見つかるよ。ヒロシ、クローゼットを刺して。これごと持って行ってもらおう。無理。ヒロシ沈黙。収集車に収まらない。そのまま放置される。鍵をかけたら大丈夫だって。チェーンソーとかで切ったら開けられるよ。じゃあどうするんだよ。二人沈黙。いっそのことをバラバラにする。ヤマト沈黙。バラバラにしてゴミに。ヤマト沈黙。黒いゴミ袋に入れてしまって運んだらわからない。嫌だよ。切れた頭とか見たくない。じゃあ遺体ってわからないようにすればいい。ヤマト沈黙。おなまにしよう。ヤマト沈黙。みじん切りに。本気で言ってんの。ヒロシうなずく。どこでするの。できない。いえ。血まみれになる。じゃあ風呂場。すぐに洗い流せる。嫌だよ。風呂に入れなくなる。じゃあ外で。カラスに狙われて周りに気づかれる。ヒロシ沈黙。できないよ。あんな写真見てさ、笑顔で笑ってる写真見たら切り刻んでなんかできるわけないじゃない。犯罪だよ。死体損壊だよ。殺人犯じゃないよ、うちら。盗みは。ヤマト沈黙。言えないだろ。盗みは人を傷つけない。刺したり切ったりしない。同じだよ。ヒロシ立ち上がり、切るものを持ってこようとする仕草をする。ヤマト、遺体についている指輪を見つける。ねえ。あ？ヤマト、遺体の指輪を指さす。指輪。あ？綺麗じゃない。おお。これもらう。あ？どうにか達成できるんじゃない？ヒロシうなずく。ガーネット。アメジスト。エメラルド。50カラット？いや、30カラット。20カラット。どこかの女王。いい生活してたんだね。ぐらいの話。2つもつけて。じゃあ、取ろう。ヤマト、うなずく。どうやって？開くしかないだろ。ほら。ヒロシ、ヤマトの手を取り、遺体の指に触れさせる。ヤマト、怯える。なんだよ。震えてる。嫌だよ。欲しいんだよね。ヤマト頷く。ほら、大丈夫。ヒロシ、遺体の指を触る。ヒロシ、ヤマトに触るように促そうとするが、ヤマトはクローゼットの写真をじっと見ている。おい、写真。何この人。ヤマト、遺体を指さす。ヒロシ沈黙。この人の家族。笑ってる。ヒロシ沈黙。幸せそう。人の家のことはほっといて。とびっきりの笑顔。早く取って終わらせるよ。ヤマト頷く。やるよ。ヤマト、遺体の指から指輪を取ろうとする。ああ、なんだよ。硬い。死んでるから。当たり前に言うな。引っ張る。指をギュッと。ああ、ギュッと。やっぱり
を握り実践する。ヤマト手を払う。痛い！限度がある！そんな感じでやれば。ヤマトうなずく。再度指輪を取ろうとする。あずれ、硬い。硬直してるか。抜けないよ。温めて、温めると緩まる。ヤマト、ヒロシがやったことをやる。外れない。ヒロシ、ヤマトがやっていたことをやる。外れないよ。ヒロシ沈黙。指輪がめり込んでる。二人沈黙。指、切ろうか。やだよ。切らないと取れない。え？指を切って。切る？切れば取れる。指がついたままの指は？何かある。どうやって指から離す？ハンマー。ハンマー？指輪以外を粉々に。やだよ。指輪欲しいんだよね。ヤマト、ためらいながらうなずく。じゃあ切るしかないよね。そうなんだけど。何？うちが欲しいのは指輪。だから指輪を取るんだよ。指付きの指輪でしょ。だから指輪だよ。ヤマト沈黙。あれ、指がついていたら。指輪が欲しいんだよ。指を切断するんじゃなくて。何？ヤマト沈黙。じゃあどうしたらいいんだよ。欲しいんだよね。ヤマト沈黙。どっちなんだよ。欲しいけど。指輪をもらうんだよ。指輪。ヤマトうなずく。指輪をもらうだけ。ヤマトうなずく。じゃあ切る。ヒロシ、持っていた工具袋からカッターナイフを取り出し、指を切ろうとする。待って。なんだよ。切らないで。なんだよ。傷つけない方法で取れない？じゃあやって。え？そんなに言うなら。できない。ヤマト沈黙。切れないなら言うなよ。切ったら警察だよ。これ取れたら安泰だよ。しばらく盗みをしなくても大丈夫。自分は生きたいんだ。捕まったら生きていけない。だったらするしかないだろ。人を切るんだよ。人、人じゃない。死んでんだよ。死んでるんだ。何も言わない。ヤマト沈黙。ここに指輪があります。取ってください。どうぞ取ってくださいと言ってる。何が悪いんだ。でも行きたいんだろ。ヤマトうなずく。じゃあやって。ヤマト沈黙。ヒロシ、ヤマトに促す。ねえ、消えたいと思ったことはある？ん？思ったことない。何？消えられないんだよね。消えたいと思っていた。消えたら？ヤマト沈黙。そんなにね、簡単に消えられないよ。あのさ、やっぱり生きたいんだ。ヒロシ沈黙。いっそのこと存在がなくならないかってずっと思っていた。ヒロシ沈黙。この人。ヤマト遺体を指さす。見ていたら生きていた。ヒロシ独り言。死んでもさ、どこも誰だかわからんって言われるぐらいだったら消えた方がいいよな。まだ生きていたい。ヒロシ沈黙。だから自分はできない。嫌だよ、傷をつけたくない。ねえ、諦めようか。指輪。ヤマトうなずく。でもどうする？痛い。二人沈黙。東山、東山の頂上に行く道路、ほらあそこ崖。ヤマトうなずく。あそこにしてよ。ヤマトうなずく。二人準備を始める。ヒロシの携帯が鳴る。ヒロシ焦る。はい、もしもし。クローゼット？ああ、大丈夫です。中身？何もない。何もなかったんです。すみません。
りました。今少し忙しいんで、落ち着いてからまた電話します。ひろし電話を切り投げ声を上げる。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。ひろしカッターナイフで遺体の指を切る。遺体の指は切れずに血が飛び散る。ヤマト驚いた声を上げる。ひろし服が血まみれになる。ヤマト急いで立ち上がり、机の上にあるタオルを取りに行き、遺体の指にタオルを巻く。遺体から血が飛び散っている。ひろし笑いながら、切っちゃった、切っちゃったよ。ヤマト遺体の指から出る血を止めるために止血している。血ってこんなに出るんだ。何言ってんの赤い、気持ち悪いんで。何言ってんの。すっぽんの血抜きもこんな感じで、ねえ、バケツいっぱいになって、ねえ、人を刺したら、ねえ、こんな感じで、ねえ、血が、ねえ、吹き出るんだ。ねえ。ヤマト、ヒロシを殴る。ヒロシもヤマトを殴る。二人、床を転がりながら言い合いをしている。なんで？あ？なんで切るんだよ。欲しいんだろ？ヤマト沈黙。欲しいんだろ？ヤマト沈黙。取らないと生活できないんだろ？電話でネチ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 言われて、ノルマノルマノルマ。何か言われるノルマだ。ずっとノルマだ。ヤマト沈黙。切って何がある？どうして死んだ人に傷を入れれるんだよ。死んでんだろ。は？死んでる。二回殺してるんだよ。ヒロシ沈黙。二回。あ？この人を二回殺すんだよ。ヒロシ沈黙。殺人に加担するんだよ。殺してない。は？生きてないんだ。生きてないんだよ。生きてないんだからいいだろ。指を切ってまで欲しいとは言ってない。じゃあどうやって取るんだよ。ヤマト沈黙。なんか言えよ。自首する。あ、だから自首する。はぁ、切ったんだよ人の指を。何が悪いんだよ。はぁ、泥棒は良くて人の指をなんで切ったらいけないんだよ。戻せないんだよ。ヒロシ沈黙。二度と。ヒロシ沈黙。うちやめる泥棒。やめてどうする。自首する。ヒロシ沈黙。警察に行く。自首すればいいさ。やめよう。ヒロシ沈黙。やめよう。ヒロシ沈黙。死。何？ヤマト遺体を指さす。死。ヒロシ沈黙。二人言い合いをやめる。ヤマト遺体の前に行く。窓から灯台の光が入る。波の音がかすかに聞こえる。猫の鳴き声がする。5番。夜、船の警笛の音がしている。風の音がする。港の灯台からの光が数分おきに作業場の窓に入る。作業場にヒロシ、ヤマトがいる。ヒロシ、血が飛んでいるので床を拭いている。ヤマト、遺体の前にいる。ヤマト、遺体の指を見てる。止まった。出血。ヒロシ、沈黙。ヒロシ沈黙。指切れてなくて。好きにしたら。ヤマト沈黙。自首すれば。ヤマト沈黙。自首すればいいんだよ。自首すればいいさ。でもどうやって話をする。古物商から依頼されたものを開けたら遺体があった。ヤマト沈黙。一から全部説明する。気が済む。気が済むのかい。今まで盗んだことも洗いざらい話をする。生きられる。どうやって生きる。自首したら全てのことを言わないといけなくなる。この場所のことも古物商のことも自分たちのことも。
大和沈黙。捕まってまた同じ生活ができると思う？ヒロシ床を拭いている。できないよ、ここには住めなくなるさ。警察が調べてルミノール反応が出てる。この血液は何ですかと言われて。大和沈黙。どうする？わからない。わからない？そんなことなんて。何が？明日生きているかすらわからない。明日ここにいるのかもわからない。どうなるのかわからない。どうなるのかなんてわからない。大和沈黙。どうするんだよ。何もできないんだよ。一緒じゃないと盗みも生活も一人ではできないんだ。明日からどうするんだよ。でも。でも何？大和沈黙。生きなきゃいけないんだよ。大和沈黙。言ったら自分の思うようにしたら。ヒロシ行くように促す。大和沈黙。ヒロシ沈黙。この遺体どうする？知らねえ。二人しばらく沈黙。大和遺体を見ている。母さん。何？見えない。母さん。何言ってんの？目元とか顔の形とか顔のほくろ手のイボの位置なんかさ、綺麗な顔でさ、綺麗な服着てさ、可愛くてさ、天国でも綺麗じゃない？気のせいじゃない？母さんに見えない。ヒロシ沈黙。ほらこの傷。ヒロシ沈黙。これうちが噛んだ歯型。ヒロシ沈黙。兄貴とうちで母さんの取り合いをして負けそうになったから肩を噛んだんだ。気のせいだよ。ナオコさん。ヒロシ沈黙。ナオコさんだよね。ヒロシ沈黙。母さん。ナオコさん。ヒロシ沈黙。そうだよね。これが母さん。ヤマトうなずく。帰ってくるわけないだろ。ヤマト沈黙。いるかどうかもわからない。ヤマト沈黙。いつものように行ってきますって言ったままどこに行ったかわからない。ここにいるわけじゃない。うちらを捨てて出て行った。帰ってくる。ヒロシ沈黙。二人しばらく沈黙。ヤマト泣き出す。捨てるんだ。ヒロシ沈黙。ヤマト遺体を見ている。捨てるんだ。ヒロシ沈黙。母さんがやったように。ヒロシ沈黙。こうやって。ヒロシ沈黙。僕らもこうやって捨てるんだ。二人しばらく沈黙。ヤマト振り向く。石切り場から流そうか。ヤマト驚いた顔。レールの上にクローゼットを乗せて。ヤマト沈黙。二人で押す。ヤマト沈黙。出ないよ幽霊。ヤマト沈黙。ちょっとだけだよ。そこにいるのはすぐ帰るから。ヤマト沈黙。このままここに置いておく。ヤマト沈黙。手伝って。ヒロシ立ち上がる。待って。何？流すの？ヒロシうなずく。ヤマト沈黙。生きてるんだ。あの海に流すと。ヤマト沈黙。帰ってくる。ヤマト沈黙。帰ってくるんだよ。ヤマト、ヒロシを見る。流されて。ヤマト、
沈黙。どこかで生まれ変わって。ヤマト沈黙。帰ってくる。ヤマト沈黙。流そう。ヤマトうなずく。二人立ち上がり、レンガを四個置き、クローゼットをその上に置く。クローゼットに遺体を入れ、ヒロシ、クローゼットの扉を閉め、鍵をかける。ヤマト、引き戸を外す。二人、クローゼットを運ぶ前に、クローゼットに手を合わせ、作業場からクローゼットを外に運び出し、軽トラに置く。ヒロシ、作業場に戻り、引き戸をはめ、作業場の蛍光灯を消し、勝手口の戸を閉める。窓から灯台の光が入る。外から軽トラの発進音がする。しばらくして波の音がする。二人がクローゼットを運ぶ声がする。クローゼットが石切り場のレールの上を進み、海に浸水する音がする。船の警笛の音。6番。数日後、9月終わりにもかかわらず、暑さで窓を開けている。窓から風の音、セミの声、船の警笛の音、港からかすかな人の声が聞こえている。作業場にラジオ、高校野球中継、秋季大会決勝戦が流れている。2アウト満塁。作業場は前日からの大雨で雨漏りがして水浸しになっている。ヒロシ、モップを使って床を掃除、バケツに水を絞っている。ヤマト、屋根裏で雨漏りの修理をして勝手口から戻ってくる。ヤマト、一休みし扇風機を独り占めする。ヤマト、息が荒い。そんなに？ヤマト、嫌な顔をする。疲れた。ヤマト、静かにしてとヒロシにお願いする。痩せないと。ヤマト、ため息。動けないよ。ヤマト、ため息。じゃあ行ってきて。ヤマト、屋根裏に向かって指さす。ヒロシ、モップで床掃除をしながら。掃除してる。ヤマト、再び静かにしてとヒロシにお願いする。ヒロシ、工具袋からガムテープを取り出し渡す。甘いんじゃない？ヒロシ、扇風機から離れるような仕草をする。ヤマト、少し苛立ちながら離れる。ラジオからホームラン、さよなら勝ちが流れる。ゲーム終了のサイレン、の音が流れる。ヤマト、うなだれる。ノイズ防止用のアルミホイルを丸めてヒロシに向かって投げる。ああ。ヒロシ、モップをバットにして振るが空振りする。何でも投げんな。ヒロシ、モップを壁に立てかけ、下に落ちたアルミホイル玉を拾いゴミ箱に捨てる。少し苛立ち、薄賀かげろうの水槽へ。ヤマト、ため息。立ち上がり、机の上にあるうちわで自分を仰ぐ。ラジオから君が代が流れる。ヒロシ、水槽を見ながら君が代を口ずさむ。君が代は岩を通
ジオからニュースが流れる。旭海岸で遺体が見つかりました。身元は川上よし子さん82歳。首には絞められた跡があり。かけた。ひろし、あり地獄を見ている。この子、ナオト。また？ダムの近くにいた。ヤマト沈黙。助けたかったんだ。ヤマト沈黙。なんかかわいそうで。ねえ、松茸。ヤマト沈黙。なかったよ、松茸。じゃなくて、鍵。ヒロシ、ヤマトの呼びかけに気づく。ポケットから鍵を取り出す。違う、クローゼットも。ヒロシ沈黙。かけた。ヒロシうなずく。ちゃんと。ヒロシうなずく。開いたよね。ああ大丈夫。何、出てこない。何が。幽霊。ヒロシ笑う。ヤマト、ヒロシに言いかけようとする。出ないよ、そんなもの。ヤマト苛立つ。生きてる。ヤマト沈黙。生きてる。誰が。クローゼットの人。え。ヒロシ微笑む。生きてる。ヒロシうなずく。窓から海を見て。ほら。ヤマト微笑む。ヒロシ、窓から海を見る。船が多いね。ヤマトうなずく。ヒロシ小さな声で。おかえり。ヤマト沈黙。決めた。ヤマト沈黙。生きる。ヤマト沈黙。生きるよ。ヤマトうなずく。ヒロシ、ヤマトの表情を見てうなずく。ヤマト、壁にかかった時計を指さし。古物商。ヒロシ慌てる。ヤマト小さな声で。いつか、どこかで。なんか言った。別に。ヒロシ、機械のスイッチを入れる。作業場に機械音がする。しばらくして港から軍艦マーチが流れる。花火が上がる。港から歓声、万歳三唱が聞こえる。歓声が大きくなり、機械音が消えていく。二人は作業を始める。リーディング上演ご覧いただきましてありがとうございます。ここからは、今ご覧いただいた、リーディングの作品について、作者や、ゲストなど、交えまして、しばらく、ディスカッションというか、お話をしていこうかと思います。お付き合いください。まず紹介から、したいと思います。じゃあ作家さんからですね。今ご覧いただいた、港が見える家の、作者でいらっしゃいます、影山圭介さんですね。はい、影山圭介です。はい、はい、よろしくお願いします。今ご覧いただいたリーディングの、演出を、しました、劇作家協会関西支部の運営委員でもあります橋口真です。橋口です、よろしくお願いします。で今回ゲストとしまして、ピンク地底人サンゴさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。サンゴです、よろしくお願いします。
今回、長編戯曲の改編講座という、劇作家協会関西支部の企画 の、まあ、あの最後のリーディング上演ということなんですけれども、もともとはその戯曲を、まあ、講座ということでこう、ブラッシュアップをして、で最後に、上演ということなんですけど、そのブラッシュアップの過程で、指導というかあの講師が2人つきます。そのお二人が、まあ、いらっしゃるんですけれども、高橋めぐみさん と、南出健吾さんです。よろしくお願いします。少しあの講座の概要をあの説明申し上げるべきだと思うんですけれども、劇作家協会関西支部の企画で夏頃ですかね、募集がありまして、4名の定員で、まあ、全国どこにお住まいの方でも大丈夫です。あのオンラインで講座をするものですから、あのどこに住んでても大丈夫なんですけれども、募集をかけまして、それで、応募があった中から、まあ、4つの作品が選ばれて、それで講座を受講していただくということでした。で条件はその、もうすでに一度書き上げられているものですよね、あの書きかけの途中とかアイデアじゃなくて、一応できたものがあって、この台本この戯曲を、まあ、さらに良くしたいんですっていうことを考えていらっしゃる方が、まあ、応募してくださいという趣旨で、夏頃にあって、で、4人が選ばれて、そしてあの2人の講師が、まあ、高橋さんと今年は南出さんなんですけど、お一人ずつですよね。9月からだったっけな、10月に先に南出さん で南出さんがその4人さんの作品をこう見て、まあ、あのいろいろ、ディスカッションしながらやって、それでまた、受講生は書き直しで、次が高橋さんでまた、いろいろ、議論をして、で3回目は一応お二人の、まあ、全員だっていうふうなことで、まあ、講座をして、でその上で、1本を選んで、4つの中から1本を選んで、まあ、今日のリーディング上演というふうなことにつながるということで、まあ、選ばれたのが影山さんの、港が見える家だったということなんですね。まあ、講師のお二人に、まあ、今回、まあ、選ぶということで、まあ、1本選ばれたんですけれども、そのまあ、その選ぶときとか、まあまあ、そう書いてるときからもそういう魅力みたいなのあったと思うんですけれども、まあ、なんかこの作品のなんかあの、まあ、推しポイントといいます か、 なんかどこが魅力的だったとかいうところをちょっとお話しいただきたいんですけれども、南出さんいかがですか。あ、はい、まあ、今回4本の作品、はい、まあ、最初からあのさせていただいて、あの影山さんの作品がこう、あの、あ、4本ともすごくそれぞれ個性があって、うん、あのだから抜きんでて、あの影山さんをもう最初からここに行こうかというわけではなくて、まあ、自分の中では本当に鼻先一つみたいなところだったんですけども、まあ、でもやっぱりその作品のこの4つの作品 の、 その位置づけというか、あのマトリックスの置き方って考えたときにすごく、まあ、ちょっと自分からすると結構比較的自分の手触りに近いといえば近いなっていうところもあって、しあのやっぱ上映見てみたいなっていうところがありました。で、あの作品の、まあ、特徴とか魅力っていうのは、あの僕から見るとあのその説明的ではないんですかね。あの本当に短い会話 でこの二人一体誰やねんとか何が起きてるんだっていうところを固くなり説明したいんですよね。もうちょっと早めに、あ、泥棒なんだとかもうちょっと早めに、あ、兄弟なんだってこといつ分かるんかなとかですね、あのという本当に我慢に我慢をさせ続けているこの覚悟というか、あの手触りがあのとてもとあの本当に振り切ってるなって、うんうん、やっぱそれがお客さんから見てどのぐらいフラステーションなのか、あるいはそこで興味があると面白いのか、俳優を入れて、見てみたいなと思ったところが、あのやっぱり一番上演作品に選んだ一つの、どういうことになるだろうかということで す、ね、実際に声に出して読んだ時にですね、はい、ここまで、うん、ここまで言わないとにかく、うんうん、そこからもう俳優の人間性というか、そこの体温しか頼りじゃない、うんうん、そういった部分がの手がかりというか、まあ、そこまであの振り切ってるところがやっぱり、うん、語りすぎな、ね、作品はいくらでもありますけれどもね、はい、語らなさすぎ、うんうん、でそのくせですね、そのくせってあれですね、その人も全然語らないくせに、意外と自分の痛みやポロッと喋っちゃうんですね、うんうん、
あのすごく日常的な会話なのにちょっとポエムだったりするんですね、うんうん、なんかこの、 あのバランスの悪さというか、うんうん、でちょっとあの後でもっと話すべきかもしれないですけど、行為の途中にやっぱ僕はどうしてもこの急に詩みたいなのが入ってくることが気になるみたいなことを言っちゃって、で一回こそ落としてこられたんですよ、うん、でその落としてこられた時になんかすごく反省をしてものすごい作家性を失われたの、あ、まあ、難しいところですね、確かに難しいところにやすくなった、確かになんか引っかかりなかったんだけど、なんかこの作品独特の一つのカラーが失われた気がして、後でちょっと戻してきたとか、なんかちょっと、うん、あの戻してもらって、あのなんかホッとしたみたいな、まあでもそういうあのところが、まあそういうとこ特徴もね、はい、あります。はい、高橋さんいかがでしたか。いかがでしょうか。いかがでしたかじゃないですか。いかがですか。はい、そうですね。まあ四名の方とまあディスカッションを重ねてというのはあるんですが、確かにあの四作品それぞれ魅力があったんで、他の作品もとても良かったんですよ。遜色ない出来だったと思います。最終的には。で、まあその中でどうして、この作品をっていうと、まあ可能性ですね。他の、 あの作品は、まあ結構上演されて、すでに上演何回かされてたりとかですね、そういったものがあったんで、まだこの港の見える家は上演されてないっていうことと、あと、まあ、改訂をするのに、まあ、結構その他の作品も変わってはいったんですけど、まあ後で出るかもしれないんですが、改訂の過程で長いセリフがどんどんなくなっていったんですね。でそれはまあとてもいいことだなと思って、で、あとその説明がないっていうのはその通り、もともと少ないあのところにさらに説明をしなくなっていってるっていうのが、これがとても良かったなと思うので、まあここからまだ、まあ、ご本人が上演されるとかの時に、今度演出の話が入ってくるかと思うんですが、これもね、その多分演出によって随分変わってくるだろうなと。 で、 でその戯曲に書き込まれてることとその上演されてることの差がこれから、まあ、埋まっていくし、まあ、やっぱりそこの可能性ですね、うん、が、まあ、実際今現時点でリーディングという形で検証して、うん、でこの先どうされていくかっていうのはまたご本人がブラッシュアップされていくのがいいのかなと、まあ、そもそもこ の、 あの長編戯曲の開講の趣旨には合ってるのかなということで、それで押させてもらいました、はいはい、ありがとうございます、はい、それでまあとりあえずそのまあ、本当はね上演すると一番わかるんですけど、まあ、ちょっとそれは難しいみたいな事情もあるので、まあ、まずはリーディングからということだったので、今回まあ橋口さんにそれをお願いしてやってもらったんですけど、まあ、演出するにあたって、まあ、どういったところにこう注目されたとか、そのどこがこう印象的だったなとか、まあ、リーディングなんでね、なかなかその印象だったということを実際にこう舞台演出するのはまあ難しいところもあると思うんですけど、なんかそういったところで、お話しいただけたらと思うんですけど、会話は短く淡々としてるんですけど、うんうんうん、結構細かくトガキが入る。トガキの、ね、量が多かった、非常に多い、うんうん、でまあ、そのいろんな指定がそのトガキによって行われているっていう戯曲の書き方なんだろうな、うんうん、まあ、何回か影山さんの作品はお付き合いさせてもらったことがあるので、うんうん、まあ、その勝手知ったる部分もあったのもありつつなので、全ての書かれた言葉を全て発語さ してみようっていうのがなんか演出の意図的なところで、でまあその今後それを見てもらった上で、その上演とはまた違うリーディングの段階でそれを発語したもの、俳優の肉体としたものとして、見てもらってどうなるかなっていうようなことを感じ取ってもらえる。バナーなんていうこと、なのでその細かな音が比較的リーディングでは省略することもあるような
と書きも全部ちょっと大変だったんですが、と書きの方に読んでいただいたっていう。沈黙とかもね、沈黙っていう時と、まあ、沈黙だからもう言わないみたいな、うん、あのチョイスもねあるんですけど、まあ今日は言っていくということですね。それを全部という形で。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、加藤さん緊張されるというのもずっとリーディングもあのご覧いただいて、まあ、緊張しながらだったと思うんですけど、いかがですか、まあ、書いてるときはね、自分の頭の中だけでこうこんな感じになるかなというのと、まあ、実際にこう俳優 の, あの体を通して声をあの文字になっているのが声になってきたときの、まあ、印象でこうあの、まあ、こういろいろズレというか違いみたいなのを感じられたと思うんですけれども、まあ、今日どういかがでしたか。まず第一声をちょっと聞いたときに、トガキが多いと思ったんですよ。うん、これは、まあ、向こうで聞いてたんですけど、うわ、逆にその言っていただいてる、こうやっていただいてる、非常に僕としてはありがたいんですけど、あのお客として今回、まあ、そこで実際、その両面で座って聞いてたんですけど、これはでもお客さんしんどいよねってリーディングの中で、だからトガキっても結構磨いたトガキちゃんとわかる、こんなに詳しく書かなくても端的にこう言える日本語のチョイスっていうのがもう少し自分の中であるんじゃないかっていうのはあの今日聞いてて、そこは思いました。沈黙にしてもこんなに沈黙いらないよってか自分で書いたんだけど、そこでこれはいらないよなとかずっとそこを思いながらこう聞いていたっていう、はい、次第です。あ、なるほど、はい、そうです。まあ、トガキの多い少ないは実際の上演の時にあんまりこう関係なかったりも、ね、あのリーディングだとねそれ読まれるのであれですけど、まあ、その辺もなんかトガキについてというと、トガキがどこまで、つまり今さっきあの南出さんもおっしゃってましたけど、セリフで語る部分が少ない分そのトガキに情報が行くっていうこともあるだろうけれども、その どの程度そのバランスみたいなこともあるのかっていう話もあの出てくるかなと思うんですけれど、サンゴさんどう、まああの見ていただくの初めてで、戯曲はちょっと読んでいただいたと思うんですけど、あの、まあ、今リーディングご覧いただいたりとか、まあ、読んだ時点でも結構ですけれども、まあ、印象深かった点とか、まあ、改めてああそうなんだとか、まあ、気づきがあったら、はい、ちょっとお話いただけたらと思いますけど、そうですね、まあ、一読して、うん、あのちょっと先ほどの高井さんがおっしゃったことと被るんですけども、とにかく可能性がいっぱい、夢いっぱいな戯曲かなって思ったのと、うん、あと、すごく実は難しいことやってて、何が難しいっていうと、まあ、簡単に言うと二人芝居でやってる、うんうん、でも二人芝居をやるためにはそれなりのこう趣向なり構造が必要なんですけども、それを意識的にか無意識的にかわからないんですけども、結構やってはるんです、うん、そこにまずあの面白みを感じたっていうのと、あとこれ好みの問題かなと思うんですけど、結構身体的なセリフが多くて、あの例えばそのクローゼット持ってきたりとか、ゴミ箱にこう投げたりとかいろいろ入ってるんですよ。それがすごく僕は演劇的だなと思いました。で、まあ、ちょっと先ほどね、橋口さんの方からの話あったけど、トガキに関してもいろいろ僕は、これはいい面も悪い面含めて思うところがあったって感じですかね。あと今初めて上映見て、あの、松崎さんと松原さんのあの二人、同じ劇団さんっていうこともあって、はい、あのまずあのやり取りがすごく良くてで、あの同じ劇団っていう強みで、その演技体が一緒なんですよ。で、多分お互い結構知ってるから、あのいい感じにこう多分ほとんど結構されてないと思うんですけどやってあって、なんかこの戯曲が持ってたファニーな部分があの台本で読んだよりもかなりいい感じに出てたのが、あの上演見たことによって分かったのが結構発見でしたね。特に設定が兄弟だっていうことなんでね、うんうん、その初めましての俳優2人でやるよりかはそうですね、あのスムーズというか、あの、いい面はね、あるんですよね、うん、なるほど、いや、面白かったです、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、で、
まあ、今さっきも説明した申し上げたように、まあ、あの何回かのこう講座を得ていろいろブラッシュアップして、まあ、今日の上演に至ったんですけど、まあ、今さっき南出さんと高橋さんからもお話ありましたけど、まあ かつてはこうで、まあ、ここをいろいろどんなディスカッションしたのかみたいなところのお話もいただくと、いろいろ今見ていただいたこうもののなんかこう起源じゃないですけれども、たどりながらいろいろお話できるかなと思うんですけれども、まあ、長いセリフをまあカットするような下りがあったということ、南出さんがおっしゃっていただいたのは、そういったところですか。あ、した、そうか、指摘なところとかがあったってことですよね。はい。その間になんか南出さん、南出さんからでしたっけ。あ、そうですね。はい、1回目はそうです。その間にまあなんか初めてこう講座でなんかご指摘されたこととか、その時にここが治ればいいなみたい なんかそういったところっていうのはどんなところがあったかちょっと思い出してお話しいただければと思うんですけど、ちょっと初回何を話しておいたかちょっとあんまりちゃんと覚えてないんですけど、はいはい、まあ、でも最初から結構面白かったんですよ、うん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 、で、まあ、本当にさっきお伝えしたように、あの、ね、そういうことされたセリフの中で、あの、ものすごい本当にトゥーマッチなトガキがあって、ああ、まあ、でトガキはそれがちょっと僕もよくわからないで、ここは別にスタイルだろうなと思って、うんうん、甘夏の香りは絶対しないけども、うん、甘夏の香りがすることを演出に伝えとけば照明なり、うん、そうそう、なんか考えるなら、ね、やるでしょうね、うんうんうん、まあ、なんでその指示書のようなトガキも機能美で美しいんですけども、うんうんうん、こういう文学的なトガキだって面白いですし、そこはそんなにトガキに対して言語なかったんですけど、やっぱりちょっとすごく自然体に人が喋ってて突然死の世界に入って、まあ、薄ばかりを描いたりとかして声をかけたりとか、その人間の異常性が見えるのか、あるいはなんかちょっと作家の絵が見えたりするところがあって、うん、そのあたりが、まあ、ちょっといいとか悪いとかというよりはちょっとそこに引っかかったなというところと、あとこう戦争とか震災のカッパだったんですよ、いくつかやっぱり、うん、かつてはその要素があったってことなんですね、震災っていうのは、そのあれですか、あ、阪神淡路的な、別に特定のあれではないけど、東北の話を、うん、東北の話が入っていたってことですか、はいはい、そういう、まあ、それもね、少しその唐突な感じがしたので、まあ、それが本当にもう、いいとか悪いとかなかなか言い切れないんですけども、そこ入ってることで少し引っかかってしまう、うん、ちょっと唐突な感じがするっていう、やっぱりなんか作家の意図がちょっとでもつけてみたらなんか、ね、まあね、そうですね、そこを気に させないですよ、そうですね、変な引っかかりだともったいないという、うん、いや、意図的にグッと作品幅を広げたら、どういう時にポコンと無理やりでも物を置いて広がることもあるので、うん、絶対それはダメだってわけじゃないんですけども、まあ、ご指摘してきた気なんかそれだけ伝えて、本人があとはそれをして、やってくると、まあ、それでだから指摘したのが聞いたときに、反省を難しいところですね。なんとなくなんかポエミーなのがちょっと、ね、なんかいろいろ、ポエミー。そうですね。はい、やりますけども。大丈夫です、大丈夫です。影山さんどうですか、まあ、多分ね、言った方よりも言われる方、言われた方が覚えてるかと思うんですけど、南さんの時に、まあ、なんか別にこれは別にこうなんていうの、告発しろとかそういうのじゃなくて、なんかまあ、印象深いなんか、ああそうだとか気づきみたいなのってとか、そういったところで覚えてらっしゃることありますか。そうですね、その、ポエム的、詩的なこととか、それは急になんか独白っぽいのが入ってくる。入ってくるっていう、なんか、要は、なんかこう、この山とか突然なんかこう言い出すとか語り出す、語り出すとか、なんか自分的なものを、うん、その作家の意図ですよね、そういうものがやっぱりそこに出てしまっていたので、やっぱりそれはもったいないよねっていう話を南出さんしていただいて、うん、で、よくやっぱり自分でもこう、あ、そうだよなって、すごい赤で引いたっていうことの作業をしたっていうことに、うん、なんか、はい、その他何かありますか、まあ、それの、そうですね、あとはまあ震災の話とか、あ、そうか、それも削られる、それも南出さんの時にちょっと、ね、あ、そうですね、おっしゃっていた、これなんでっていう話から、もともとそのタクシーのドライバーさんがこの話を、その指のないみたいな話をされて、うんうんうん、で、まあ、そこからずっとその
なんか自分としてこう出てこないかなと、うんうん、これ文字で起こすってことがなんか一つきっかけにならないかなみたいなとこからこう初めて書いたので、うん、まあそういうところはやっぱり、伝えるその文章にするよりはやっぱりなくして思いっていうのはその自分の思いになっちゃうので、うんうんうん、それよりはもうなしにして削った方がいいなっていうのを南出さんから聞いた時に思ったので、うん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 、そこは削ったってことですね。で、高橋さんの会になる会の時に出てきた原稿にはポエムのところが抜けたのが届いたっていうことですよね。そうですね。ちょっと長い、まあ、そういう、まあ、ちょっと詩的な表現というかセリフと、あと、まあ、ちょっと長いセリフですね。小ゼリもいくつかあったんですね。で、その時それが開講されて、そういうのが削ぎ落とされて、まあ、出てきた。で、私が改訂の時に言ったのは、とにかく死体が出てくるのが遅い。あ、はいはい、遅い。つまり一番このお話で一番こうね、インパクトというか印象的なシーン、最初に起こる事件は、まあ、クローゼットを開けたら、遺体が出てくるというところなのに、これがなかなか出てこなかったんですね、最初、まあ、私が書いてみた時は、はい、でこう遅いなということを、で最初にこれどうなんでやろうって思わせないともう引っ張れないからとにかくこう早く死体を出せっていうなるほど、まあ、けど死体が出てきてドラマが転がり始まるっていうのはありますもんね。そもそもその兄弟で盗みをしていて世間から隔離された場所で、まあ、2人でなんかそれなりにこう、まあ、やっていけてるっていう関係性があってっていう、その安定した状態でこれでね3番ぐらいまで引っ張ってたんですよ。だからちょっとしんどいと早くこの2人でこの何がいいってやっぱ閉塞感だと思うんですね。このままではいけないんだが、どうすることもできない2人がこの先どうなるかのきっかけになるのが、遺体なはずなのに、このっていうかもうできれば20分以内に出してほしいっていうことを言ってでもうよく言うともうちょっと早くても全然いいんですけど、まあまあ作家のタイミングとしてはあそこで、でそこからその後のこの2人が何をするか何を喋るかどういう行動をするかがもっと見たいっていうことで、その死体が出てくるまでと出てきた後のバランスをもうちょっと変えてほしいっていうことを言って、まあ、今今日の上演の形に落ち着いたんですね。影山さん、そのところの話を覚えてらっしゃる？覚えてます、ね。もともとはどういう、そのなんだろう、はい、遺体が出てくるまでの時間っていうのはどういうふうにされようと思ってたんですか？そうですね、最初、雨漏りの1番で雨漏りの話があって、はい、で2番で、雨漏りその倉庫の中を片付けてるっていうシーンを延々そのシーン、あ、その舞台、舞台片付けてる、うん、で、3番で、また違うシーンが出てきて、4話でやっとこさ遺体が出てくるみたいな、えらい長い話、クライマックスで遺体が出るみたいな構成だったんです。それは長いショーで、でも出てからだみたいなのに、ね、今まで出て終わっちゃうそっちでしょっていう確かにな、確かに確かにあ、それで、そうか、なるほど、それは思われた、はい、で、そこの部分もバッサリも削って、それでもっていう話で高橋さん、変わったけど、まあ、前だったら前の方が前であればあるほど多分見てる方は楽しいみたいな。サンゴさんどうですか、その死体が出てくるって。確かに今日のリーディングでも、うん、まあ、真ん中ちょい前ぐらいでぐらいな感じのタイミングだったと思うんですけれども、うん、なんか今のお話聞いていて、あ、そうです、まあ、さらに言ったら最初に死体が出てくるでもいいです。もう死体処理し終わった後から始めてもいいかもしれないです。ああ、なるほど。それで、なんか今回みたいに会話だけでやっていくんだったら、なんかどうも二人が死体処理したみたいな、うん、みたいな感じで分かっていくのもありかなって今聞いてて、うんうんうん、
あ、処理し終わった、出てくるところじゃなくて、もうもはや、もう、もう全然そうか、いや、最後のシーンですよね、まさにね、ここから、そこから、そこから始まる、なるほどね、うん、そうですね、橋口さん、どうですか、その、真ん中、ちょっと前ぐらいですかね、そうですね、ちょっと、もっと早くてもいいなって、僕も思うのは思います、なので、いや、ただ、これ、今の書き方は、時系列に沿ったというか、まあ、うん、まあまあ、その、いわゆる演劇が得意とする時間の飛ばしが全然ない構成を変えることによって、そのこういうことがありました過去実はこうでしたっていうやり方ではないので、そういうやり方もあるのかもしれないなっていう気は少し今聞いてて思うところです。どの辺にね、その遺体の出現を置くかで全然ドラマというか、全体の劇の、仕組みも変わってくるだろうし、まあ、そこら辺はいろんな選択肢があるのかなと思いますけど、ただ、さっき影山さんもおっしゃってたように、多分初動、この劇曲を書こうと思ったところからかなり変わってると思うんですよ。そもそも書こうと思ったきっかけの事実というか、心に響いた何かからは全然違うものに変容していった今の形なので、まだなんか やり直せるじゃないな、なんか変えようがあるかなっていう感じが、改めてもう人を客観視して、直すっていうのもありなのかなっていう気は。影山さん、そもそもの初動のところっていうのはどういう、つまり、さっきも、ね、タクシー運転手から、ね、聞いた話っていうのもちらっとおっしゃいましたけども、そうあれ震災の話ですね。震災時にその指のない死体があって、でそれはそういうものが取られているっていうのが確か、いう話からのスタートだったので、うんうん、何かしらそこからこう自分として想像できるものというのを考えたっていうことに、だから、泥棒とかではなく、はい、だから今日のリーディング、その泥棒をやってる兄弟っていうのがまずポンとくるので、まあその泥棒やってんだ、だからそこ そのなんでその職業なのとかっていうところにも注目がいきそうなんだけども、初動一番初めのきっかけとしては泥棒は後からだってことですね。そうですね。ああ、そうかそうか。だから中の死体のその、まあけど遺体の指を切るか切らないかみたいな話だって切れてはない。ないですね。もともとはね、そうですよね。その辺はどういうふうにこう転がっていったんですか。つまり初めはその指のない遺体のイメージからこう どんなプロセスでこう、その自分としてその自分って結構こう、まあ、弱い人間なので、自分がまあ書いたとして自分指切れないよなっていうところがあって、で指がついてるっていうようなちょっと話になってしまったんですけど、だから初動としてはそういう初動があって、その結局指がついたまま話がこう進んでしまっているので。話としては全然なんかこうあっち行ったりこっち行ったりっていう感じの流れになってしまってるなというのは自分でもちょっと分かっていて、皆さんもおっしゃられるようにうんっていうのはちょっと身に染みて今分かって、はい、理解しています、はい。南出さんの時、まあ、南出さんどうですか、その遺体 の、まあそのタイミングとかそのあたりについてはどういうふうに。いや、僕も遅いなと思って、あのそもそも泥棒って分かるのも遅いですね。はいはいはい、今回最終稿では結構ちゃんとマネタイズできないみたいな感じのことを言ったりとか、なんかありますよね。はい、携帯ステロみたいなのとか、ちゃんと情報段階を解いて出せるんですけども、その2人が本当に何者かもわからないっていう状況もかなり長く続いていて、ただ僕はこの2人の何か不思議な、例えばそのプレゼンを運んでくるだとか、鍵を作るだとかっていう一挙手一投足が
そうですね、そのど、まあね、あの、ありきたりな戯曲だとこう芝居の冒頭で今日盗んできたものリストを読み上げるとか、ね、あのやっちゃいがちなね、あの泥棒っていうのは分かりましたね、まあ、そういうことではないんだけれども、まあ、そこまでする必要はもちろんないんだけど、そうですね、どう、佐藤さんどうする、その言葉の、まあ、語る説明の少なさと、まあ、どこら辺で分かっていくのかとか、その、まあ、全部語ってしまえば話は早いんだけれども、まあ、そうではなかったっていう、なかなかそのセリフだけを聞いて、だから当書きも聞くとこうだいぶ分かるんですけれども、まあ、セリフだけだとその少ない、そのセリフでどこまで語るのか語らないのかみたいなところを、まあ、この3人で どんな印象を受けました、まあ、と書きも聞いちゃってるんでもう分かっちゃうというところもあるかもしれないんですけど、そのセリフのでどこまで説明するかみたいな セリフ、質問の意図としてはどこまで、あ、セリフで説明を、あのどこまでこう泥棒ですということを語るのかとかいうことで、だいぶ抑えてたっていう話なんですけども、それがあの極端に説明しないといつまでたっても分かんないっていうことにもなりかねなくて、かといって初めでね盗んだものリスト読み上げるとあの分かるけど面白くないみたいなのもあって、なんかそのバランスの取り方ってあると思うんですけど、そうですね、ありますね、あるけど、でもやっぱそれケースバイケースか、ケースバイケース、この作品についてはどう思われますか、そのなんか分かりにくいよとか、もっと早く投げたらいいよとかっていう、あ、ちょうどいいバランスだったのか、そこはあんま僕気にならなかった、引っかかりはしなかった、引っかかりはしなかったし、まあ、確かにあの泥棒って分かるのは遅いっちゃ遅いけど、うん、でも、あのト書きでしか、ト書き読んでるからかな、そうね、それもあるんでちょっと難しいんですけどね、鍵のああだこうだで割とすぐに、あ、なんか盗み色なんかやってるのかなみたいな、そう、分かった気がするから、そこはそんな気にならなかった、うんうんうん、なるほどね、影山さんどうですか、泥棒の、まあ泥棒のっていうか、あのことについてのそのなんか分かってもらうとか、泥棒自体がのトピックっていうか、その題材はね後からついたものでもあるし、まあ、どういうふうに作品の中にこう織り込んでいくか、だからだってクローゼットから遺体が出てくるだけなら、そのそれこそ廃品回収の業者さんっていう設定でも出てくるのは出てくるし、まあ、泥棒にされたこととか、まあ、なんかそこら辺で苦労されたこととか、なんかそういったことありますか。そうですね、泥棒自体実際にこう出会った方がないのでどうやっていいのかとか、あの本を調べたりとかしたりも しましたし、実際にあの少年院のなんか関係してる方にお話もちょっとしたりとか聞いたりとかもしたんですけど、なかなかそこ あのなんですか革新的なところに行き着かなかったっていうのが今の状況なので、何かしらなんかいい手っていうのがなんかないかなっていうのは、泥棒以外とかでもっとこの作品がなんかこう変わっていくっていうのはないかなっていうのは今まあ手探りというか思ってる段階ですね。柏木さん、これ泥棒じゃなかない設定だとしたらなんかどうですか。僕別に泥棒っていうのが明確に何か伝える必要もないのかなっていうふうにもちょっと思ってて、さっきの稽古の時に俳優に言ってたんですけど、日常的にやってることとやっぱ死体が出てくることが違和感のあることっていうか、今までなかったことなんだよっていうのはなんじゃないかなっていう話をちょっとしたんですよ。だから、まあ、その何を扱っているのか、廃品でも盗品でもどっちでもいいんですけども、何かをやってるけど、やっぱりその遺体というものが中からゴロンと出てきた時に何かしらのいつもと違う緊張感がこの2人には走っていくのではないかなという話は俳優さんとしたんですね。なので多分そこの変化で、やっぱだから死体の出てくるタイミングの方がやっぱり重要だったりもするんですけど、そこの変化っていうのが日常から何か非日常へちょっとずれ込むトリガーにはなるのかなっていうのは気がしました。で、泥棒がどういう生活を送ってるか、まあ、そのいろんなその元犯罪者の方が書いた手記だったりそういう取材である程度分かるとは思うんですけど、じゃあ一般のお客さんがそれがダイレクトに分かるっていうのは、それこそステレオタイプのものになってしまうじゃないですか。でもそれだったら面白くない
です、うんうん、だったら明確に分からなくて、なんかでも変なことしてる人だなぐらいでずっと来てて、で遺体が出てきた段階でその今までと生活が崩れ始める、で関係性がまた変わってくる、その2人の間の関係性が変わってくるっていうのが、まあその物語としてドラマとして面白くなるのかなっていうふうに思ったりもします。なんかその、まあ、私が見た感じではその泥棒であるということがその生きてくるのはやっぱり遺体が見つかった後にとても生きてくるだろうなと思ったのたんですけど、例えばこれが廃品その回収の業者さんであれば遺体が見つかったら届ければいいだけで解決しちゃうんだけれども、なんせ盗んできたものだから見つかったもんだからどこにも出せなくて自分たちで処理するほかないっていう風な状況にするには泥棒でないといけない、泥棒であることはそれが有効で、そうするとその見つかった後にやっぱり生きてくるっていうことですね。そうするとやっぱりその見つかってからのどういうふうなこうことになっていくのかっていうことなんですけれども、佐藤さんその遺体が見つかってからのそのあの二人のやり取りのこうで最終的にはまあ海に流すのか、あのなんかね船にあの乗っけて流す、あのプロセスとかはどういうふうにそのご覧になりましたか？すごく面白かった。今田辺さんもおっしゃったように、そうあの盗みをやってるから届けられないっていうのはめちゃめちゃ演劇的だなと思ってたのと、あとごめんなさいちょっと話ずれるんですけど、影田辺さんの中でこの中で一番手応えのあった場所っていうか、あこれが描きたかったんだっていうのが分かった箇所とかってあったりするんですか？ちょっとそれ知りたくて、なんか、はい、その震災の時に指が亡くなってた、切られた人っていうのは多分それはきっかけだと思うんですよ、はい、一つのエピソードだと思うんですね。でそれをきっかけに一体何が語りたいのかっていうのを、作家さんが、まあ、分かってる場合と分かってない場合があって、あのでもその作家性っていうのは基本的にあんまり変化しないんですよ。だからそれをいつもは手を変え品を変えいろんな状況に合わせて多分みんな書いてるんだけども、なんかこれ書いてて、あ、これ私、俺が言いたかったことなんだみたいなのってあったりします？あのセリフの一言って、あの人を殺せないという、その殺すっていうような、あのセリフをやっぱり言いたかった。だなと、その指を切るっていう時に一度こう切れた遺体、死んだ遺体にまた自分たちが傷をつけるっていう、だから殺す人はやっぱり殺せない、むやみに殺せないんだっていうことをなんか自分では言いたかったんだなっていうのは後になって思ったんですよ。あのなんでしょうね、あのよく二次被害とかなんかいろいろあると思うんですけども、はいはい、やっぱりこう一度亡くなった方はなんか変なことをするようなことっていうのもやっぱりそれも殺人というような扱いになると思うんですよね。で今回あの指を切ってもそこに遺体があってその死体に傷をつけるということは自分もその殺人に加担してしまう、犯罪者になってしまう、だから自分としてはそれができない、要するにその言葉っていうのは自分として初めてそこでちょっとうるっときてしまったんで、自分書きたかった言葉っていうのはこの一言なんだなっていうのはこう思ってて、なるほどなるほど、その言葉の時にはあこれ書いててよかったなっていう、もうその一言だけだったんですよ。なるほど、そしたらやっぱりこの、はい、盗み働いてるっていうのは多分正解で、なんでかって言ったらそのこの中の登場人物って、指を切ることによってお金がもらえるってことですね。でも指を切らなきゃ、僕たちは貧困のままだしっていう葛藤があるわけじゃないですか、はい、ってことは多分これ僕一読して今のやつも聞いて思ったんです。これもしかしてその人、貧困、お金がなかったらもしかしたら人を殺してしまうかもしれないっていう話なのかなってちょっと思ったんですよ。なんかそこをおそらく多分それがテーマなんじゃないかなと思って、でなんでそう思ったかっていうと、これ親がない子供たち、
でそれで働くことができなくて、盗みに手を染めている。でそれはやっぱ社会の問題だから、で社会の問題っていうのは基本的にやっぱり演劇の問題だから、なんかそこを明確に今なったところでもう一回書き始めたら、もっと何かこの、本当に自分が書きたかったことっていうのが、出てくる戯曲になる可能性はあるかなってちょっと聞いてて思いました。ありがとうございます。そうですね、だからそう、やっぱそこも泥棒であるのね。そうですね、だからその初めのエピソードも盗むために切られた指ってことですね。その事故で切ら、あの、亡くなっちゃったわけです。あ、なるほど。そこがやっぱり出発点だった。ありがとうございます。けどそのなんだろう、いろいろモチーフは母親のモチーフも出てきたりしますよね。だからその遺体がだんだん母親に見えてくるかのような流れもあって、まあ、それも一つ題材としてあったのかなっていうのを思ったら、その辺はどうですか。そうですね、あの母親にしたっていうのはやっぱりあの何かしらその生物っていうのは母から生まれてくるので、うん、その人類がそういうお母さんの中から生まれてきてまた次の世代にっていう中で、その命っていう意味でお母さんっていうものを出して、女性を出してあの話をしたっていうことになるんですけど、そこにだけなんですよね。お父さんでも別に良かったとは思うんですけども、僕の中では命っていうところを非常にこの中で語りたかったので、母親っていうのにしたっていうのが理由になります。高橋さん、その遺体が見つかってその後これをどうするんだっていうことで、まあ、指を切る切らないの話があったり、まあ、母に見えてきたりとかで、最後こう流すまでのこの間のところについてはどんなふうに見てらっしゃいましたか。母親明確に出てきたのは、3回目の講座の時だった。最終項に近いところで、まあ、そのなぜこの兄弟が盗み加担する仕事でなりわいにしているのかっていうところと、その、まあ、できればその遺体が母親に見えるというところのシーンで、母親とのこの、兄弟との関係性についてもっと書きたいというふうに影山さんは、まあ思って書いたんですけど、今回はこうなりましたみたいなのが来たんですけども、でそれはでもすごくその母親に、まあね、出てきた遺体が見えるっていう、それはまあいいなと。で特にその、その回で、まあ、ディスカッションしてる時に出てきたアイデアとして、その、母親の肩に歯型がついているという、その自分の所有だっていうことで母親を噛ったことがあるっていう弟のエピソードがあって、それはいい話だなと思って、なんというか、でそこはぜひ入れてほしいということは、まあ、言いました。歯型のアイデアは影山さんのアイデアってこと。なんかそういう話を取材で聞いたんですよね。ああなるほど、噛んだという話をして、へーっていう話をちょっとで、まあ、入れた。それも演劇的、まさきのね、サンゴさんもおっしゃってました、演劇的なところの一部ですよね。そこすごく面白かったし、なんか一応これではもう母親なんて嫌だみたいな感じになってるけど、うんうん、むしろ逆に愛着を持ってても面白かった、死体に対して、そうです。南津さんいかがですか、その、まあ、指を、ただなんか結構大きいものを扱ってるなって感じもするんですね。つまり、遺体をさらに傷つけること、二度殺すことっていうことと、これがだんだん母親にも見えてくる、その男二人にとっての母親っていう存在は何かみたいなのは、まあ一見すると別問題、それぞれ別に語れるものが一つになってする時のなんか難しさみたいなのもあると思うんですけど、その辺なんかどういうふうになんか、段階でも指を振るすごくハードが高いです。すごく
ゲームのこういう生き方をしている、それが一つ現実に現れる場面だと思うんですけども、そうそう、欲しいだろっていうのも面白いなって思ったってだけですいや、でも、なんで欲しいんだろう、来たんだろうって思ってたどうですか、影山さんどうやっぱり欲しくないですか。僕がなんかその立場だったら欲しいんだろうって言ったら、はいって言いそうにな。でもお兄さんがその自分が欲しくてやってるわけではなくて、うん、俺たちがっていう言い訳じゃないけど、うん、結構作ることでその自分の行為に、まあ、免罪存在的な、なんかまあやっぱりだから罪の意識はお兄さんの方にもある、うん、一緒になんか分かっちゃいたいみたいな、そうそう、巻き込みたい、一人では背負えないですよ、ね、その罪は、はい、からそうですね、なんかまあ多分難しいんです、あの別役みのるさんの、あの戯曲の講座とかでもあのお題があって、あの舞台にまず遺体があるか爆弾があるかで、さあ帰ってごらんなさいって言って、そのいろいろ書かせて、こうその中で、まあ、あの戯曲とはみたいなことだをな伝えていくんだっていうのを聞いたことがあるんですけど、やっぱりすごい異物が来た時に、まあ、そのリアクションをどう取るかっていうことで作家のいろんなものが見えてくるし、まあ、難しいっていうのがあって、で、まあ、まあ今回それにも挑戦されてこうやってきたってことなんですけど、そうですね、あの佐藤さんどうでしょう、なんか今回に踏まえて、はい、さらにまあ手を入れて、うん、その良くしたいとなるときに、まあ、佐藤さんにどうアドバイスされますか。つまり ここをちょっとここを手突っ込むべきところはここなんじゃないのっていうふうなことを言うとしたら、そうですね、まあ、とにかくやっぱり僕は作家さんが何をこの作品を書いて面白かったかっていうのがめっちゃ大事だと思って、今ね、そうだからやっぱり作家って最初からこれが書きたいっていう場合と、なんか分からんけど書いてて、ああこれが書きたかったんだって分かる場合があると思ってて、多分影山さんの場合は今回に関しては後者なんじゃないかなってなんとなく思ってるから、そのあここすげえ面白かったな、面白かったなってところを膨らませて書いたらどうかなって感じかな、アドバイスになったかどうかちょっと。はいはいはい、はい、高橋さんどうですか。まあ今日のリーディングも前とはちょっと違うのか、同じなのかな、最後に読まれたのと一緒なのかな、わかんないですけど、ちょっと変えて、ちょっとだけ変えて、うん、正直どこが違うかわからないぐらいの変更ではありますけど、高橋さんとしてはなんかもう一ステップ行こうと思った時に、なんかここの辺りに手を入れられたらというか、つけられるといいなと思うところありますか。あ、上演してみることは、上演してみるのか、上演したらその見えてくる、まあ、そうですね、上演したらいろいろ見えるんじゃないかしらと、あの、まあ、もちろんその戯曲を遂行していくっていうのもあるんですけど、なんか、まあ、特にそのね、セリフのやり取りが、まあ、半分沈黙だったりとかのシーンをどう立ち上げるのかとか、これってなんかこう頭でひねっても答えが出ない、なんか問題だ、書いてる時には誰一人わからないことが、ちょっとやってみると露呈することがあるので、やっぱりいや上演するべきじゃないかなと思います。そうですね、改定のために。南根さんいかがですか。もうあれ似てますけど、やっぱり西川さんが言って脳内劇場でまだまだやったら美しく
親とか、ここあれだったなって思うところで、これをたくさんいかに気がついて、磨き上げていくかっていうところは、やったらいいんじゃないかなと思いました。だから、例えば電話のやり取り一つにしたって、その本当の電話だったらどうかっていうところとかを、別にいいんですよ、そんな。そんなところをきれいに なってもやっぱ作家のドロップしたものが出たら十分面白いんですけれども、でもやっぱり今のこの作品の強みの一つに比較的そこは切れてきてるところがあるからというので、ちょっとそのつまらない引っかかりは修行とした方がいいかなと思います。橋口さん、まあ、今日はリーディングの演出でしたけれども、はい、なんか実際の多分実際の上演もちょっとイメージもされたかと思うんですけれども、なんか、構成をどこまで触れるかっていうところに僕はやっぱ目が行きますね、うん、なんかちょっとだけ切り張りしてみたいなっていう、ちょっとそれは作家さんに相談しながら失礼な作業になっちゃうんですけど、だからそれ例えば順番入れ替えるだけでもすごく印象は変わる、同じセリフでも印象変わるだろうしっていうのもありますし、逆に何もしなくても例えば今日の俳優2人だったりしたらそれだけでもうそれだけで面白い部分があるというか、でそれまた人変われば、まあこれは本人俳優本人にも言ったんですけど、人が変わればまた変わるんですよ。でその場でまた新しいものが出来上がっていくっていうのはあると思うので、そういうなんか、ね、そういうのをどうやって上演するにはすごく時間と労力がいるから、そういうのが気楽にできる場っていうのはあんまないんですけど、でもそこを目指してなんか稽古していくっていうか、ワークショップでもいいし、何らかの形でできる場があると面白いのかななんていうふうに思いました。はい、影山さんいかがですか、上演すべしみたいな上演できるのかな、上演できる自分の環境では多分難しいと思うんですけど、今日なんかちょっといろいろ読んでいただいた、3人の方にちょっと話してお聞きして、感情の方が、先にやっぱり行かないといけないのかなと思ったんですよ、自分のこの今読んでいただいたセリフを聞いた時に、説明臭いなってまず一発目思ったんですよ、だいぶ削ったけれども削ったけど説明の方が、だから作家都合で書いてんだなって自分でこう思ったんですよ、多分役者さんたちって気持ちの方が前にこう多分出るんじゃないかなと、気持ちがあってセリフがあるんだけどあるんじゃないかなと偉そうなこと言ってるんですけど、でもこのセリフを読んでいただいた時に、自分が読んでいただいた時にやっぱりセリフよりは説明がこうわーっと出てて、なのでっていうところはあるんで、まず気持ちを大切にしなきゃいけないんじゃないかなっていうのを、今日ここでちょっと思ったんですけど、すごいいいことに、いやいや、そうだと思いますよ、そうなんですかね、そうだと思います、今日なんかちょっと聞いててあれこれはやっと思って、いやいや、めちゃくちゃいい回になりましたねいや、多分一番そこいいポイントじゃないですか、うん、あ、よかった、いや、そうだと思いますよ、あ、じゃあ、うん、まあ、なんかセリフが作家都合でないことはないので、ね、全ては作家の都合で書かれたものなんだけれども、それがいかにしてそう見えないかということだったり、その面だけで書かずに登場人物の側からの視点と、ね、うん、うまいところのバランスを取れると、まあ、なおいいみたいなことはあるのかもしれない、今日なんかこう読んでいただいて、もう本当になんかそっちの都合でのやつだなっていうのが、もうなんかすごく分かったっていうところ、なんかもっと登場人物、特に今回、暑い場所で、お金がなくて仕方なく娘がやってるような人たちの立場で多分書いた方がいい、今だからどんな気持ちなんだろうっていうので多分書いてった方がいい、なんかなんとなく構造もマジでなんとなくの方がいい、その2人がどんなことを喋るんだろうみたいなことを紡いで、ただいつの間にか作品になるかもしれない、はい、ですわちょっとこれは、はい、ありがとうございます、はい、うん、思いました、はい
ありがとうございます。思いました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそろそろちょっとお時間なのでこの辺なんですけど、この講座来年度も、はい、ありまして、来年度また、募集もなったことがあるかと思います。受けてよかったですか？はい、これよくなかったですよ、ね。ちょっとすごい公開ですごいことになります。まあまあ、ごめんなさい、そんな答えようのない質問。いや、だって僕2回2連続受けてますので、去年も受けさせていただいて、あ、そうか、そうか、今年も受けさせていただいているので、大変説得力ないのか分からないですけど、2回受けてますので、非常にこうやって選んでいただいたっていうことは、それなりによかったんじゃないかなと思っているので、はい、はい、ぜひ来年も参加いただければと思います。はい、僕が言ったらいけないですけど、いやいや、いいんですけど、挑戦するのは全然、はい、ということですね。はい、はい、じゃあそれではゲストの菊池三郎さん、ありがとうございます。はい、皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。